え名前パジタロウランクシルニマップブリーズキャラはジェット、えー、苦手意識のあるキャラがない代わりに得意なエージェントもありません今回はブリーズでジェットを使いましたがもう使わない方がいいかまず教えてほしいです <laughs> なんだこれ <laughs> 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 途中途中で味方に文句を言っています耳障りになると思いますすいません ですが、言ってることが的外れかどうかも教えてほしいです。ああ、確かに。それは正しいかも。で、厳しく言ってくれても構いません。少しでも上のランクに行きたいです。少しでも気になる点があったらバカなので噛み砕いて教えていただけると確かにバカだった。<laughs> バカだったわ。バカだった。ジングの報道よろしくお願いします。はい、ということで。ちょっと待って。やりづらいって。この動画やりづらいって、ちょっと。 顔出し配信者やん <laughs> ーー。<laughs> いけるか、パジタロお前顔出していいんだな、こんなところに。まあ、でも動画送ってきたんだからな。<や>出すぎない。いいそれ誰がカバーできるん 俺誰がカバーできんのお前、B サイドにボブステに行っただけじゃねえかよこいつ、こいつマジか。しかもバカなのは分かってますとかいうレビューじゃねえぞ。バカなの自分でわかってて直そうとしてないタイプが。<laughs> なんつったよ、お前 <laughs>。お前、ふざけんなよ、マジで、こいつ。こいつな、オッケー、オッケーおつれ、おッケごめん、じゃないよ。 よくお前平然と報告できるなここから A 進めてくる味方鬼畜すぎん <laughs> この状況から A 進めてくる味方ややべえだろ <laughs> あと30秒 <laughs> 返事だなのよな これさあの相場やる人向けなんだけどドローンってあのすぐ壊されると弱いじゃんできる限り最後までドローンが回ってる状態の方が強いじゃんかでバイパーの人は例えばこのシチュエーションめっちゃ多いと思うんだけど相場のドローンがここ以外の車線をもらう状態でここから出たくないんだよね本当はバイパーやる人だから相場がドローン出したタイミングでもう壁が上がってる状態ぐらいにしといた方がいいそっちの方が敵は顔出しづらいから これはバイパーの人を使う人にポイントなんだけど。B もそう。相場の人がここにドローンがあって、こっちから壊されるって逃げられるみたいなが一番まずいからこ、壁は相場のドローンのタイミングで上げてください。見れる範囲広いから変わってない方がいい。ああ、そういう考え方もあるっちゃあるけど、ここに壁がありますってなって、そのドローンのダーツって刺さったら強いじゃない。でも、刺さっても逃げられる位置に敵がいたら弱いじゃん。例えば、こっからの車線でドローンだけ壊されました。 で、相手に刺さったけど相手はここにいてこれキル取れないところにいますってなったらここ,こ怖くなるじゃんってなったらジェットとかがエントリーしにくいのよっていうことです <laughs> 多分そのつもりで投げたといいねいけあいいね右見たやっとやっとブリンク中に右見た <laughs> ナイスうん <laughs> ナイフカチャカチャやめろ <laughs> その弱い女性 <laughs> お前死ぬぞ <laughs> 弱い位置だなもうちょっとなんかはっきりさせた方がいいけどなああずんだってるわこれうんもうちょっとはっきりした立ち位置に行けたらいいよねでもうプラチナで埋まったりとかするんだねおいまたこいつ適当に喋ってねえか

いけるって言っても、がっつり裏いるから。何も分かってないのに。もう、もう何こいつね、ずっとナイフっても、もう。あんれいけ、あんれ。お前はもう。で <laughs>、設置した後は。もう漏れなくデスマッチ。残り時間とか考えない。デスマッチよ、こっから。はい、きたー。 時間が稼いだ仕事したみたいな顔腹立つわー <laughs> 満足げだなー <laughs> なんかディフェンシブなジェットするかディフェンシブなジェットするか。 攻めは頑張っちゃったしあの本当何も考えてないなこいつうまくなんねえぞこれコーチング出す前にいろんな動画見た方がいいなそこミッドじゃないんでうるせえナイフナイフナイフ残り1名 なんでこのチェンバーは振り回してたんだろうなんでこのジェットナイフ振り回してるんだろうなでェりェンバーでそんなに難しくはないと思うけど。ナイフ持ったら殺せなくない <noise> えーっと、苦手意識があるキャラがない代わりに得意なエージェントもありません、えー。今回はブリーズでジェット使いましたがもう使わない方がいいかまず教えてほしいです。あのー、一分あれだな。今回はブリーズでジェット使いましたがもう使わない方がいいかまず教えてほしいか、まあ。そういう。 話じゃないなくらい当ててたし、切るもん取ってたから、いや、ジェットいいよって俺が言うとでも思ったが、<laughs> この野郎。切るとって多少活躍した試合で、こういうコメント寄せてくんなよ。 途中途中、味方に文句を言っています。耳障りになると思います。すいません。ですが、言ってることが的外れかどうかも教えてほしいです。厳しく言ってくれても構いません。少しでも上のランクに行きたいです。少しでも気になる点があったらバカなので、噛み砕いて教えていただけると助かります。いや、こいつに噛み砕いて伝えれる言葉を俺は持ってるのかどうかなんだけど、まあやってみるか。で、まず、言いたいこと。俺が気づいた、言いたいことなんですけども。<laughs> 苦手意識のあるキャラがない代わりに得意なエージョンともない。 ののは多分この人が考えてないからだと思う。<laughs> 多分何にも考えずにノリでバロランとやってるから、こうなってるんだと思います。これはもう正直、絶対そうだと思う。何にも考えずに、B 行こう、A 行こう、ここいるかも。で、足音しなかったらいないかも。みたいなことをずーっとやってるから、苦手もないし、得意もない。だね。うん。 こうしようああしようみたいなのが自分の中であってちゃんと試合の中で起きてることに対して情報整理をして物事を考えてれば文句は出る実際特に定例と対でやってるならでも今のところノリでしか言ってないから的外れかどうかはわかんない <laughs> <laughs> まずやりたいことを作ろう俺がしなきゃいけないと思ったらまずは どこをどうしたいみたいなことを作って、まあ、ドローン来たら壊してほしいみたいなのはよかったと思う。そういう感じで攻めの時にどうしたいみたいな。でも、あれではだめね。あの、エコラウンドの時に、なんかボム持ってビー突っ込んでったけど、あれはだめ。<laughs> そういうことじゃなく、やることを決めよう。自分がどうするか、みたいな。あと、まあ、ナイフ癖は直した方がいいのはもう誰でもわかるね。ナイフ癖のある人って敵が ここにいるかもしれないみたいな考え方が全くできてないからナイフ持っちゃうんだと思うんだよ。エイムは別に問題ないと思う。プ、まあ、リーエイムがどうとか、まあオペも当ててたし、区内も当たってたし。分、うん、かった <laughs> エイムバキオになろう。うん。それしかない、多分道は。味方にめちゃくちゃ文句言いながら、ノリでバロランてや,やりつつ、エイムバキオになれば、タイヤはいける。で、多分シルバーでも結構エイムいい方だと思うから、エイムバキオになろう。 エイムバキバキにして、もうデュエリスト以外使うな。君のプレイングじゃ、作敵とセンチネルはできない。<laughs> <laughs> 君の考え方じゃ、センチネルと作敵そのスモークキャラなんてできない。だから、レイナとジェットを使って、なんならレイズでちょっとブラストバックランか極めちゃったりして、みんなの一番やりになろう それなんでそれしてほしいかっていうとそれでレ,レートを上げてぜひぶつかってほしいなんか動画見てて思うことはプラチナダイヤあたりで勝てなくなんのよエイム爆用はそこで学べばいいから今シルバー2でねなんかここがこうとか言うとするには、ね、例えばあの相場のドローンがこうででドローンを流すタイミングで壁が上がってないととかって言っちゃってパジタルがそういう頭になっちゃうと味方に文句ばっかりのやつになるのよ で、プラチナ、ダイヤ隊に行くと、みんなちょっと上手くなるから、スキルの使い方が。だから、エイムバキオナだけじゃ勝てなくなってくるのよ。そこでまず、勝負の上手い仕方を覚えます。バズ太郎はこれから。で、ダイヤになります。エイムバエイムをさらにバキバキにして、ダイヤになります。そしたら、もっとスキルが上手いから、多分ナノスワームとかに焼かれて死にまくります。そこで、覚えればいい。バロラント。だから、エイムバキバキになって、 プラチナに行く以上だ余計なこと考えるな全て引き殺せそれが多分近道だうん